数年前に兄に起きた修羅場。当時、兄は大学生で、私は高校生。兄は、中学の頃、怪我でスポーツをやめてから太り出し、身長 185cm115kg という巨漢だった。そんな兄のことを、ずっとデブだのキモいだのとバカにしてきた、エイコというやつが近所にいた。年齢は兄。エイコ。私の順。 ただ、エイコ自身も、小学生の頃から、すでに太っていて、私としては、お前の方が太ってるだろう。と思っていたが兄から。言いたい奴には言わせとけと言われていたので、ぐっと我慢していた。でも、エイコが大学進学とともに上京したので、一時的にストレスから解放された。同時期に、兄が、病院で、 睡眠時無呼吸症候群と診断され、医者から、まずは、100kg を目標にダイエットしようと言われ1年発起。1ヶ月にマイナス 3kg を目標にダイエットを開始し、1年で 20kg 以上のダイエットに成功。で、大型連休の時に、兄と買い物をして、その帰り道でのこと。地元に帰省していた A 子と会って、あ、マリ、私じゃん。 隣は彼氏となれなれしく言ってきたので。何言ってんの、兄ちゃんだよ、夫返し、兄も、久しぶりじゃん、A 子と挨拶をすると、態度がひ変。最初は、嘘をつくなとか喚いて、相手が兄だと分かると、末期がか何かと兄がダイエットに成功した現実を受け入れたくないのか、散々に言われた。まあ、A 子は、 一人暮らしで止める人間がいなくなったことで、さらに太人。なんか球体に手足がついてるような体型になっていたので、自分と同類だと思っていた人間が痩せたからショックだったのかもしれない。と、ここまでなら、ただ面倒な奴に絡まれて、嫌な思いをしたってだけなんだけど、この後がひどかった。その日の夜、近所にパトカーが来て、近所の人が矢印馬に出ると、原因はエイコタク。 エイコとその母が喧嘩になり、窓ガラスが割れたりしたので、お隣さんが通報したらしい。喧嘩の原因は兄で、エイコ母が、あんたも、私兄さんみたいにダイエットしたらと言ったところエイコが、あんたが原因で太ったのに、今更何なんだ。と、切れて大暴れしたらしい。その日は、警察の人に、親子喧嘩もほどほどに、という注意で終わったらしいが、 このことがあったおかげで、その後の修羅場で役に立った。A 親子の喧嘩から数日後、自宅に近所の方がやってきて、お兄ちゃんが A 子に襲われた。と叫んだ。大急ぎで現場に向かうと、近所の奥様方数人に取り押さえられてる A 子と、頭から血を流して倒れている兄。A 子は、兄を逆恨みし、兄を性犯罪者にしようと考え、 バイト帰りの兄を待ち伏せし、自分で服を破り、兄に飛びつき、襲われる、ということを計画していたらしい。だが、兄を待ち伏せしているところを、ベランダでタバコを吸っていた近所の人が目撃し、英子が自分の服を破き始めたところで、女の変質者がいると警察に通報。で、兄が帰ってきたところに、英子が飛び出すも、兄が、 英子を受け止めきれずに、電柱に後頭部をぶつけ気絶。英子は、自分が襲われそうになったところを抵抗して、偶然そうなっただけだと主張していたが、一部始終を見られていたのと、先日の一件で、警察の人が矢じ馬に、英子が私兄を妬んでるのが、そもそもの原因と言われたのを覚えていたので、障害の現行犯逮捕となった。兄は、 その後5日ほど意識をなくしたままだったが、奇跡的に後遺症もなく無事に回復。この連休に実家に帰ったら、近所のおば様から、A 子が糖尿病で入院して、もう後がないらしいと聞いて、当時のことを思い出したので書きこ。